幕張新都心、ホテルザ、マンハッタンホテルザ・マンハッタンは、千葉県千葉市三浜区の幕張新都心にあるホテル。運営は株式会社ザ・マンハッタン。政府登録国際観光旅館。幕張メッセオフィシャルホテルの一つ。ゴールドナゲット大賞。第5回千葉市優秀建築賞を受賞。千葉ニューパークホテル開業。1991年8月閉館の後継施設として。 当時の事業主であるネスコ株式会社が全日空ホテルズと提携し1991年11月8日に新規開業した高級志向の豪華ホテルとして開設され世界の最高級ホテルで構成される団体に加盟するなど国際的な一流ホテルを目指したカジマデザインが設計した建物は計画時点では 千葉県内一の超高層ホテルで高さ108メートルあり、アメリカゴールドナゲット賞や第5回千葉市優秀建築賞を受賞した。しかし、バブル崩壊による不況で高級路線が裏目出たことに、加えて幕張地区でのホテル競争の激化が重なったことから、取引銀行の千葉銀行などが手こ入れを図り、運営母体のネスコも、社有地を売却して、資金調達を図るなど、 経営再建に取り組むことになった。現在は株式会社ザ・マンハッタンの単独運営である。館内のインテリアはアールデコ様式で統一されていて、空調はアロマテラピー効果を兼ねている。レストランバー、宴会場、会議室、結婚式場、美容院、エステサロン、駐車場などを完備している。チャペルは開業時にあったフィットネス施設をリノベーションしたものである。 天窓を生かしたチャペルの人気は高く、ヨーロッパから輸入したステンドグラスには家族の絆が描かれており人気がある。1階にはレストランラウンジザテラス日本料理オリジン2階にはマンハッタンダイニングベラルーサ21階にはバーラウンジスプレンディドのレストランがある。1階にあるベーカリーラウンジサントノオレでは ホテルのパティシエが作ったケーキが販売され人気がある。宴会場は2階に舞踏会の会場イメージのプリマベーラ、諸子をイメージしたライブラリー、月の名前を取ったルーナがあり、その他7階にはプライベートファンクションルームの用意があり、接待や会合、家族での会食などで利用可能、ファッション雑誌や CM、テレビドラマ、映画のロケ撮影でも使用される。ありがとうございます。